はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日はタイトルでも書いてあるんですけど、最近の100均購入品紹介をしていきたいと思います。で、主に、ダイソーとセリアで買ったものになります。では始めましょう。はい、で今回は、ダイソーの新商品も含まれています。最近知ってますか？なんかね、すごい可愛らしいものがたくさんダイソーから出てるんです。で、その1個がこちら、この耳当てです。で、私は発売した日に買いに行きました。絶対こういうのはすぐ売り切れになるし、ニコルンのインスタグラムでニコルンがこれの灰色のやつをしてるのを見て、黒は絶対ゲットしたいと思って買いました。で、これはまあ外に使うかどうかはまだわかんないんだけど、とりあえずなんかこういう撮影用とかにとして買ってみたものです。で、これ他の色もあるんだけど黒が一番好きで、パステルっぽいパープルがあって、それも可愛いなと思いました。で、新商品で他に買ったのは、まずはこちらのバッグになります。まあすごい可愛い感じのバッグなんだけど、まあね、もう来月で26になる私なんですけど、去年ぐらいから結構ダイソーとかセリアとかそういう100均とかで売ってる、あと300円均一とかで売ってるこういうバッグが好きで、去年は、ダイソーのこういうやつのふわふわの袋、白いやつを使ってたんですけど、それがまあずっとその去年の冬使ってて、ここを持ってるとだんだんここが汚くなって、洗うとふわふわ感が、ここのふわふわ感がなくなってて、そろそろ変えようかなと思ってて、は、春夏用はもう変わってたんだけど、違うとこのお店のやつ買ってたんだけど、冬用としてこれお買い物袋みたいな、まあ言ったらなんかスーパーとかに行く時用としてこういうのを使ってます。簡単に財布と、携帯とか鍵入れられるぐらいのやつで、で、これは可愛くて、なんかここだと透明のやつです。で、これは結構入るから、そう、若い子はもっと普通にお出かけとして使えるんじゃない？私は結構こういうの好きです。で、これを買ってみました。で、次、他で新商品はこれ買いました。ヘッドホン、違う、イヤホン買いました。で、他の色もあったんだけど、今回はこれを買いました。普通の、なんだろう、 iPhone についてくるやつとかもう使ってるけど、で、他の黒いいい感じのやつ、ちょっと高かったやつも使ってるけど、なんか可愛らしいのが欲しいなと思って、で、うん、ちょっと買ってみたやつです。で、実際聞いてないんですよね、まだ開いてないので、ちょっと開けてみたいと思います。これね、ずっとビデオ撮るまでは開けないで、使わないでおこうと思ってたんだよね。で、これいいとこがね、マイクがついてるんですよ、ちゃんと。これ、このやつちゃんとついてます。で、私はイヤホンとかに求めるのは低音がブン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 言うやつが好きです。で、今使ってるやつはどこのメーカーだったか忘れちゃったけども、結構 3,4 年使ってるやつって結構ずっと持ってるんだけど、ただもうね、ここの部分がね、もう取れてきちゃって、そろそろ買い時かなと思って、そうっていう感じ。それでこれ買ってみました。で、ちょっとこれを開いて、ちょっと聞いてみます。はい、そうですね、まあ感想を言うと、私が求めてる点は全くないです
全く低音がブン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 言うような感じじゃないです。まああくまでも100均のなので、これはまあ車に置いておこうかなと思ってます。車かあのジムに行く時のあのバッグに置こうかなと思ってます。なぜかっていうと、一回イヤホンを忘れて家に、で、そう、それを忘れて、でジムの時間もう音楽ないとつまんなくてそう、だからこれはあのそういう緊急用としてあのバッグの中に入れておきたいと思います。で、他の日に新商品もう一個買ってたんだけど、まあその時に買ったもの順から見せていきたいと思います。で、もう一個がね、ピアス。なんかダイソーでピアス売ってるの私知ってたけど、このなんか大理石っぽいやつは知らなくて、そう、買ってみました。そう、結構可愛くて、ただこういうのってさ、どうなんだろうって思ってさ、あの特にアレルギーはないんだけど、あの安いピアスだとだんだんね、なんか汚くなるんだよね。まあこれはどうなのかわかんないけど、まあ使ってみて、いつかのどこかのビデオで感想を言いたいと思います。見た目はすごく可愛いと思います。で、ちょっと前に他の色で買ったんだけど、今回はこの白を買ってみました。こんにゃくパフを買ってみました。買ってみましたっていうか、これの緑の色を前に買って、すごく好きです。最初はちょっとね、こんにゃくっぽい臭い匂いするんだけど、でもその後別に普通に使ってって、そしたら匂いなくなるので、もう全然気にならなくなるんだけど、ただこれはやっぱ私は洗面所のとこに置いてたんだけど、まあ長く使うのはちょっとあれかもなと思って、買い替えるようにしようと思って、1ヶ月に1個は買い替えようかなと思ってます。これはどういう時に使うかっていうのは、クレンジングしてる時に、最近はクレンジングはジェルっぽいやつを使ってるんだけど、それをやって、で、クラリスミックでジャーってやって、流す時にこれを水含んで、で、これで流す感じで使ってます。で、すごいツルンツルンになるのですごく好きです。なのでこのこんにゃくパフはすごくおすすめです。で、これもまたダイソーで買ったものになります。まずはそう、100円でも100円商品じゃないのがあるんだけど、まあもう寒くなってきたし、そろそろ新しいスリッパが欲しいなと思って、こちらのスリッパも買いました。まあ見てもらって分かると思うけど、250円のものになります。で、裏側はなんかね、これは薄いやつじゃなくて、ちゃんとしっかりしたスリッパなので、すごくいいなと思います。まあこれでね、滑らないことを祈ります。でも作りはすごくちゃんとしたものなので、使いやすいんじゃないかなと思います。で、他の色もあったと思うんだけど、まあこの色にしてみました。 OK で、ふわふわつながりってことで、近くにちょうど置いてあったこれ、これはね、ティッシュボックスのカバーです。で、なんか耳がついてて、なんかラビット風って書いてあります。なんかすごい可愛いなと思って、なんかもう冬仕様だなと思ったので1個買ってみました。で、これは200円商品になります。さっきのやつも200円商品とか300円商品とかも含まれてるので、ものによっては100円ではないものもあります。で、この皮かわいいでしょ、かわいいよね。で、これも何だっけ、その新商品のやつなんだけど、これモバイルバッテリーを買ってみました。で、これ違う色もあったんだけど、これを買ってみました。これは他のバッテリーちゃんとしたわけじゃないけど、パナソニックの大きいやつもあるんだけど、これはなんかまあジムとかなんかちょっとしたとこに行くとき用に、こういうちっちゃいのが欲しいなと思って買ってみました。で、充電ねちゃんとしてるちゃんとするんだと思うんだけど、まあまあまあ。で、これはフル充電、スマホ 70% 充電なので、まあ満ではないけど、とりあえず緊急用としては使えるやつになります。
で、これの充電は、なんだろう、これ電池なのかな、充電電池じゃない、パソコンで充電するやつみたいです。なので、ちゃんとここの USB のやつもついてます。なので、パソコンで充電するやつなのかな、はい。で、他に買ったのは、こちらの青いスティックのりになります。これはハロウィンメイクしたいなと思って買ったんだけど、そう、ヘルペスが出てなかなかハロウィンメイクができなくて本当に残念です。でも今週はもう治ってきてるので、ハロウィンメイク尽くしにしたいな。どうかな、わかんない。で、ハロウィン、ハロウィンってことで、これね、めっちゃ可愛いなと思って、結構私こういうのを集めるのが好きで、こちらのコップを買ってみました。ハロウィンの、で、ハロウィンマグカップ買ってみました。私結構コーヒーとか紅茶飲むのが好きなので、他のコップ買ってみました。すごい可愛いですね、本当に。で、結構大きめなのでちょうどいいサイズだと思います。で、まあキッチンつながりだけど、なんだ、ココアが大好きなんだけど、この季節はココアだなと思って、ただここにはコーヒーって書いてあるけど、こう、あのココア用のやつとして買いました。なんかブラシ入れとしてね、100均のやつ結構買うんだけど、こういう何っていうの、ろうそくのやつ、本当はろうそくとか、ろうそくっていうか、なんだっけ、キャンドルホルダーなんだけど、これがすごい可愛くて、こういうの、こういうやつが結構好きで、私これを買いました。だけどこれはブラシ入れとして使うか、洗面所がちょうどこういう感じのやつにちょうど合う感じのものがあって、それもいいなと思ってて、今ちょっと使い道を迷ってるんだけど、でもこれもすごく可愛くて200円商品になります。で、これでダイソーの買い物はとりあえず終わり。はい、で、次はセリアになります。これね、面白くて、セリア行った時ね、セリアのとこに、どこにっていうか横にスーパーがあって、スーパーで買い物して帰ったら、なんとセリアの袋がなくて、どこだと思ったらカゴのとこに忘れてましたそんなストーリーのあるこのセリアの買い物なんですけど、まずね、そう、これヘアバンドを買いました。キティちゃんとマイメルとキキララのです。で、私はいつもビデオで多分みんなよく見ると思うんだけど、このダイソーのこのヘアバンドをよく使ってるんですけど、ヘアバンドは結構使うんですよ。で、結構好きで、だけどそろそろなんかリボンとかないやつが欲しいなと思って、そしたらちょうどこれ、これこれ、キティちゃんのやつとマイメロとキキララで、色がすごい可愛いなと思って、こういうビデオにめっちゃ合うんじゃないと思って買いました。だから普通に100円商品になります。はい、で、次は結構前から気になってて、で、友達で結構みんな持ってるのを見かけてて、あ、結構いいんだなと思って、で、これもみんなにシェアしたいなと思ったのが、セリアのこちらのブラシになります。もしかしたらもうみんな持ってるかもしれないんだけど、これ結構良くて、グラデーションとかの時にも結構使えて、毛が柔らかくてすごくふわふわしてます。これはこれでいいし、もう一個のやつは、こっちは本当にいいなと思うのは、細かいところ、ちょうどここの際に入るサイズになっているので、すごくいいなと思ってこの2つ買ってみました。で、多分これはすごいヘビロテになるんじゃないかなと思うので、まあまあとりあえず1個ずつ買ってみました。で、これはすごいおすすめできるやつです。100均なのにすごい安くて、初心者の人にも扱いやすいブラシになっていると。はい、で、これで100均商品は最後になるんですけど、セリアのこちらのマニキュアを買いました。
こういう色はすごく好きで、秋とかはそういうこういう色が使うのすごい好きで、ちなみにこちらの青が33番でこっちが12番になります。で、色がすごく可愛い色になっています。こんな感じです。可愛いよね、この色すごく気に入ってます。はい、ではこんな感じで100均の購入品紹介でした。全部可愛くて全部本当に気に入ってます。で、他にもまだまだ100均でいいものはたくさんあって、使えるものはたくさんあるので、これからもね、購入品があったら100均とかのねとかおすすめの動画もありかもしれないもうやっていきたいなと思います。では今日は見てくれてありがとうございました。